次の段落を学んでまいりましょう。これには2つの根本的に異なった回答が提示されており、予言研究に携わる人は全て二者択一を迫られる。第一のものは、神は2つの異なったプログラム、すなわちイスラエルのためのプログラムと教会のためのプログラムを持っておられると結論する。イスラエルはパレスチナの約束された土地を相続するよう運命づけられた神聖政治の民族であった。今もそうであるし、これからもそうであるべきである。イエスは旧約聖書の諸々の予言が文字通り成就するとき、文字通りダビデのような王となられる。この体系はディスペンセーション主義と呼ばれる。ディスペンセーション主義の主要な教義は、一続きの時代区分、つまりディスペンセーションで、その時代区分の中で神はご自身の民をさまざまな方法で扱われると通常考えられている。しかし、この理解は不正確である。この捉え方で判断すると、全ての聖書研究者はディスペンセーション主義者になってしまう。アブラハム以降の約束の時代、モーゼの下での律法の時代、キリストの下での恵みの時代、そして未来における神の国があることは確かだからである。ディスペンセーション主義の主要な教義は、むしろ神の民は2つ存在するということである。神はこの2つの民のために、それぞれ異なったプログラムと運命、イスラエルには神聖政治的地上的プログラムと運命、教会には霊的天上的プログラムと運命を持っておられると考えるのである。この旧約また新約のですね、内容の違いといいますか、そういうものをどういうふうに扱うかと、ね、いうことが聖書神学における最も基本的な問いといいますかね、課題というか。で、考えるべきなのかと。で、それぞれが選択すればいいじゃないかという、そういう問題ではないんですよね。で、この後の方でまた繰り返しできますけども、要するに私たちはですね、新約のイエスとですね、この人たちがですね、どういうこの規範といいますか、聖書解釈上のルールというかね、原則といいますか、そういうようなものをですね、こう提示したのかということをですね、この原則とすべきであるというのがね、このエリクソンの立場ですね。ただその辺の重大性がですね、本当にわからない、分かってない教職者が多いと私は思います。私も若い頃はそういうことが分かりませんでした。そして共立の研究所で宇田先生から学びですね、ラッドやエリクソンを丁寧に研究し、またこの終末論やキリスト教理入門を翻訳する中でね、本当にこの基本がですね、ABC の A ね、服で言えば最初のボタンの留め方がですね、このずらしてはいけないというね、ことがですね、この問題ですよね。これには2つの根本的な異なった回答が提示されているというね、これは本当にコインの表裏ぐらい違うんですよね。片方はですね、まっすぐな包丁で、片方は曲がった包丁ね、
片方はですね、この人的聖書的な聖書解釈法であり、片方はですね、この逸脱したこのある意味ではユダヤ教的な希望を軸としたですね、この逸脱であるというね、ことがですね、このますます明らかに、自覚されるべきだと思うんですね。第一のものはこの二つの異なったプログラムね、まあ要するにどう言いますか、このディスペンセーションのですね、まあ聖書観、聖書解釈の原則というのはね、神の二つの民、神の二つの計画なんです。これはね、このよく言われるこのね、族長時代とか立法の時代とかね、恵みの時代とか千年王国の時代とか、ね、そういうまあ区別いうのはですね、まあ聖書神学ではその区別のまあ度合いというのはいろいろあるのでね、いろいろ多様なところあるわけですけども、そこがディスペンセーションの病巣ではないんですね。ディスペンセーションのですね、この癌細胞はこの神の二つの民、神の二つの計画というね、基本概念にあるんですね。この旧約のその通りにですね、この歴史の中でですね、実現するんだと。そうするとですね、旧約のですね、その通りのあれがですね、このどこで実現するのかということを、新約の中に読み込んでね、それはこの観難期、そして千年王国の中でですね、ユダヤ人中心の神の国が実現するんだっていうね、旧約の約束がここで実現するというね。でそのためにはですね、教会がですね、このイスラエルがイエス様を退けて十字架につけた結果ですね、この教会が挿入されたんだ、臨時の挿入ですね、ピンチヒッター。しかし前言ったらそのピンチヒッターはですね、この本番の千年王国の成就が始まるですね、直前に言ったらこの舞台からこの消えてもらわないといけないというね、京急というのは観難期の前に言ったらこの携え上げられるという教えですからね、ラッキーと思うんですけどね。しかしこれはですね、教会をですね、前座扱いするね、非常に言ったら恥ずかしい、教会にとってはね、この軽んじられている教えでもあるわけですね。単なるこの代理でありですね、イスラエルの風下に座る、なんて言いますか、代役であるとね、本番が始まる前には消えてくださいよというね、そして観難期に黙示録4章から19章までは神の民はイスラエルの民であるというね、とんでもない解釈ね。1世紀の終わりに書かれた黙示録はですね、いつも繰り返しになるわけです。70年の、エルサレム陥落以来ですね、ユダヤ人は全世界に散らされてね、そして教会はですね、異邦人が大部分の教会になっていくね、そういう1世紀末の教会、アジアの7つの教会はそういう状態でした。でそこの教会に迫害に対する心備えをしなさいということですからね、旧約のいろんな霊障といいますかをふんだんに活用しながらですね、この観難のただ中でこの証しする教会を励ましているこの手紙がですね、黙示録なわけでね、全く黙示録のですね、この誤った解釈がですね、ディスペンセーション、終末論であるということができますね。これに対してこのラッドやエリクソンをはじめですね、福音主義のですね、この健全なこの聖書解釈者たちはですね、神の一つの民、神の一つの計画ね、旧新約は一つであるとね、で旧約の中にですね、このイスラエルの民の中にですね、この霊的本質的なアブラハムでありですね、このイサク・ヤコブであり、このモーゼであり、ヨセフでありですね、このダビデでありですね、イザヤであり、ダニエルであり、ね、そういう霊的本質的な
新約と同じ霊的本質を宿すですね、このアブラハムの復活信仰とかダビデの贖罪信仰とかですね、はじめですね、このローマ4章なんかでもヘブル書11章でも解き明かされてますけどね、そういう同じ本質を持つですね、この神の民の流れの中にですね、この残された民といいますか、形式的、肉体的、血縁的なユダヤ民族の中にですね、霊的本質的な真の信仰者がいて、ね、で彼らがですね、このイエス様を受け入れ、そして聖霊を受け、そしてまあ全世界に福音を述べ伝えていくというね、そういうまあ旧新約で神の民は一つであるし、そしてこの旧約の中でですね、こうユダヤ民族のですね、こういう聖数史の中でこの暗示され示唆されているね、この歴史性の中にですね、この規範性本質的な語りかけがあってですね、それを抽出し解き明かしてですね、この完成させているのが、まあ、黙示録であるというね、神の民は一つであるというね、これはまあある面の神の民論、教会論ですよね。そしてまあ一つの計画というのは、このその霊的本質的普遍的な、まあ、神の国がですね、この完成していくことが神の御心であるというね、そういうまあ一つの計画ね、そういう流れをですね、こうこちらにですね、民族的神の国が千年国に現れるの、これはですね、このまさしくこの逆行する教えですよね、逸脱した教えですよね、誤った教えですね。